アンジュビオレ広島は、広島県広島市をホームタウンとする、日本女子、サッカーリーグに所属する女子サッカーチームである。地域発展のために、広島市西区横川地区、三崎地区の有志を中心として設立した、特定非営利活動法人、広島横川スポーツカルチャークラブが、広島県初の日本女子、サッカーリーグ加入を目指して2012年1月に、 設立した女子サッカーチームで同法人により運営されている。チーム名は公募によるものでフランス語で天使を意味するアンジュとチームカラーでもある紫を意味するバイオレットを組み合わせたアンジュバイオレットとした。設立の経緯から横川地区、三崎地区との関わりが深く屋外練習は主に三崎小学校、中広中学校で行っているほか アカデミーを、三崎学区子も会育成協議会等との、共催による、サッカースクール、U、U-18、U-15、U-12 という形で設置している。2010年6月、広島市西区横川において、地域振興のための2団体、横川をもっと元気にする会が発足。この会において、日本プロサッカーリーグサンフレッチェ広島の、 ホームスタジアムである、広島ビッグアーチへのシャトルバスが、横川駅前から発着していることから、横川とサンフレッチェを盛り上げるために、サッカータウンプロジェクトがスタートした。このプロジェクトにおいて、当時広島には、なでしこリーグを目指すチームがなく広島のサッカー、競合校に在籍していても卒業後には県外へ、移らざるを得ないことに着目し、横川地域において、 女子サッカーを下支えするべく、女子サッカーチームの創設に動き出すことになる。2011年7月11日、約10団体27人で構成される、広島横川 FC レディースを発足させる会が、設立され、同年9月10日に運営母体となる、NPO 法人、広島横川スポーツカルチャークラブが設立された。理事長には、 衆議院議員の岸田文雄が就任した。同年10月以降、チーム名の公募、セレクションの開催などを経て、2012年1月にアンジュビオレ広島が発足した。2012年、初の公式戦となる、広島県女子、サッカーリーグ A リーグに参戦。7試合でわずか1失点、全試合複数得点と他チームを圧倒し、全勝でリーグを制す。 その後、中国女子、サッカーリーグチャレンジ戦に進み、優勝。同年の中国女子リーグ9位のレオーネ、山口レディースが入れ替え戦を辞退したため、翌シーズンからの中国女子リーグ昇格が決定した。第34回交互杯、全日本女子サッカー選手権大会の、広島県予選会を兼ねた第28回広島県女子サッカー選手権大会では、 広島大が FC レディースを下してトーナメントを制したものの中国地区予選出場チームとの対戦となった決勝で広島分京女子大付属校に PK 戦の末敗れて準優勝となり初出場初優勝とはならなかったまた広島県代表として臨んだ第27回中国女子サッカー選手権では初戦でこの年優勝した岡山県代表 作用校に敗れ、飛び級でのチャレンジリーグ昇格を逃した。中国リーグ参戦となる2013年は、シーズン当初は、新加入10人を加えた24名体制で臨んだ。初戦こそ、徳山大学に1の0の新勝だったものの、全球試合すべて、完封勝ちを収めて優勝。第29回中国女子サッカー選手権大会への出場を決めるとともに、 日本女子サッカーリーグ理事会の審査を経て2013チャレンジリーグ入れ替え戦予選大会への出場が決定した。シードとなった第29回広島県女子サッカー選手権大会では決勝で広島文教女子大付属校に接続を果たし同大会初優勝。中国リーグ覇者として出場した第28回中国女子サッカー選手権大会でも決勝で 作用校に接続し、優勝、皇后杯初出場を決めた。皇后杯本戦では、初戦で、静岡産業大学岩田ボニータにいたに、逆転負けを喫し、敗退となった。時の住処スポーツセンター、裾野グラウンドで行われた、チャレンジリーグ入れ替え戦予選大会 A ブロックでは、ノルディア北海道、マシキルネサンス、熊本 FC に連勝して、 チャレンジリーグ昇格チーム決定戦に進出。抽選の結果、ホームでの一発勝負となった昇格チーム決定戦では AS ハリマ・アルビオンと対戦し、アディショナルタイムで追いつくも、延長の末破れ、自動昇格はならず。しかし、アウェーでの一発勝負となった入れ替え戦ではジュブリーで、鹿児島に3-0で勝利し、チャレンジリーグ昇格を果たした。なお、 シーズン終盤の10月に、愛媛 FC レディースから DF、小西夏樹が、移籍加入している。また人志水稀、FW、ひとしげんみずまれが、U-16 サッカー、日本女子代表候補に選出された。チーム発足時から監督を務めた、森下聖治が、一心上の都合により監督を辞任。公認が固まらなかったことから、コーチの福山香織が、 監督代行として指揮を取ることになった。戦力面では、前シーズンの首相である DF、竹石結城や、チーム最年少の FW 久保ゆずきを含む9名の選手が対談した一方で、AC 長野パルセーロレディースから DF、山下真由美プラセル神戸から FW、塩谷麻里が移籍加入。大卒新人として DF 山下ぐるみ、 GK 亀田恵メ DF、北川香・かな、MF、水野ゆり、MF、ウ住ズミ・アリサの5名が加入。シーズン途中で、FW、立石・サエと DF、松田・育美が加入し、チーム発足時からは、陣容が大きく入れ替わることとなった。初の全国リーグは16チーム中10位。2015年から二部化されるなでしこリーグの二部、参入要件となる。 チャレンジリーグ10位以内に滑り込んだ。皇后杯は3回戦で、ベガルタ仙台レディースに敗戦。ゼネラルマネージャーで、3月末で教員を定年退職した奥村優これが監督に就任。戦力面では、FW、塩谷麻里が、スペランツ FC 大阪高槻へ移籍。元首相の MF、田中綾子が現役を引退。 DF 明神ゆ香と MF 赤木広しいの2選手が対談することが発表された。一方で、バニーズ京都 SC から DF 斎藤瞳 FW 赤峰水希、MF 山口ゆりえ DF 河野誠綾の計4名が移籍加入。新人として、直美学園大学から DF 金山美希と MF 久保つぐみ、きび国際大学から MF、渡辺和美と MF、三宅歩美、武蔵川岡短期大学からは、MF 赤木志向、広島文教女子大学附属高等学校から、MF、江頭歩ゆ中学校を卒業したばかりで、青崎 SC 花子でプレーしていた、TF、加藤望の、計7名が加入した。年間成績は12勝3分12敗の10。 チーム中5位。皇后杯は3回戦で優勝したイナック神戸、レオネッサに敗戦。第3節までは奥村が GM 兼任で監督を務めていたが、より良いチームを作っていくためとして、4月28日に、この年からヘッドコーチに就任した内藤成行を監督に昇格させた。戦力面では DF、近城 7A、MF、 小西夏木、FW、ひとしげんみずまれら14名が対談した一方で、AC 長野パルセーロレディースから FW 内山、ともか、大阪市レディース FC から FW、中島前が加入。新人として、関東学園大学から DF、石川しおり、高学健康医療専門学校から DF、中島まり、木々国際大学から MF、小松港 FW、 アダチエリコが加入した。また、下部組織登録選手として3名が登録された。なでしこリーグ一部昇格を目指して、シーズンに臨んだが、第12節終了時点で1勝2分9敗で、最下位に沈んだことから、第12節終了後に、内藤の監督解任と奥村の監督復帰を発表した。しかしその後も、 全く成績は伸びず、第16節の FC 機微国際大学シャルムとの裏、天皇山に敗れて二部再会が確定し、チャレンジリーグへの自動降格が決定した。皇后杯は、東京国際大学に敗れ、一回戦敗退となった。奥村が監督を退任し、新監督に東白寺を招聘した。戦力面では、DF、武田幸、MF 王将をめみ、 FW、縦石さえの3選手の対談のみに抑え、新戦力として、岡山湯野をベルから DF、川野咲、名、名古屋 FC レディースから MF、今井真由良、ディオッサイズモ FC から MF、菅原美咲を獲得。新人として、DF、深井清史か、MF、友近マナ FW、鈴木美希ら7名が加入、U-18 から2名を昇格させた。 リーグ戦は、第1クールを3勝2敗の2位で折り返すも、第2クールは1勝1分3敗で最下位に沈み、第3クールでも1勝2分2敗の4位となったことで、ウエスト総合4位が確定、中位プレイオフに回ることとなり、1年でのなでしこリーグ2部、復帰はならなかった。リーグ総合成績は12チーム中5位。皇后合杯は、ジェフユナイテッド、 千葉レディースに敗れて、二回戦敗退となった。全シーズン限りで、監督の東が退任したことに伴い、佐田紀夫健一が、ヘッドコーチから昇格した。戦力面では、MF、水野ゆりや FW、中島舞ら6名が引退、MF、渡谷秋野や FW、赤岸香おら6名が退団した。一方で、オルカ、鴨川 FC から MF、 松田春香菜を獲得、新卒で、DF、常松友ザネ、DF、松宮レミ、DF、天野アスマ、MF、西園ゆきのが加入し、U-18 所属の FW 万力アス順を、下部組織登録選手として登録した。リーグ戦は、開幕4連勝の後5試合勝ちなしに陥るも、3連勝などで巻き返し、ウエスト総合1位で、 上位プレイオフに進出した。プレイオフでは1分2敗の4位に終わり、この年もなでしこリーグ2部復帰はならなかった。皇后杯は2年連続で、ジェフユナイテッド、チバレディースに敗れて2回戦敗退となった。佐田清が1シーズン限りで退任、新監督には結城春を GM 兼任で据えた。戦力面では、 クラブ創設から選手として加わっていた、GK、上谷久美子や主力選手の DF、山形直美、DF、倉本彩ら6名が引退、DF 桜、林朝子と MF、渡辺和美、FW、足立恵里子の3名が対談した。一方で、レノファ山口 FC レディースから GK 渡辺豊子、筑波 FC レディースから DF、水島久美、 A.C. 長野パルセーロレディースから D.F. 池崎愛、F.W. 神田ハンが6名を獲得。新卒では、直美学園大学から M.F. 斎藤彩香、甲賀健康医療専門学校 F.W. 宮本か堺が加入した。下部組織登録選手には、前年から登録されていた万力に加え、M.F. 和田里奈が新たに登録された。リーグ戦は、 開幕2連敗の後4連勝を挙げたが、その後はなかなか勝利が続かず、最終的には、ウエスト総合3位に終わり、中位プレイオフに回ることが、決定、3年連続で、なでしこリーグ2部復帰を逃した。リーグ総合成績は12チーム中7位となり、ボトムハーフでシーズンを終えた。皇后杯は、スペランザ、大阪高月に敗れて、一回戦敗退となった。 有機体制2年目。MF、岡村恵里、FW 内山智香、FW、鈴木美希が引退、GK、清水明5名が、ディアボロッソ広島に、MF、和田里が福岡 J& クラスに、MF、小松美奈が群馬 FC ホワイトスターに移籍するなど、途中対談を含む12名が対談した一方で、南くず SC ウィングスから DF、 河村愛の、オルカ、鴨川 FC から FW、岡野由里子ら8名を獲得。新卒では、MF、有田かなや MF、清水ワンなら4名が加入した。また、下部組織登録選手として、DF、田尾綾乃と FW、綿谷ゆのを登録した。新型コロナウイルス感染拡大の影響で3回戦争あたりから2回戦争あたりに、 変更され、試合数が減少したリーグ戦は、序盤から絶好調、開幕4位連勝を記録し、第1クールを4勝1分の首位で折り返す。第2にクールはやや失速し、2勝2分にい敗のサニーとなったが、2年ぶりに、ウエスト総合1位でフィニッシュ。j f a アカデミー福島との総合優勝決定戦では2戦、合計0から1で敗れたものの、 過去最高の総合2位で、フィニッシュ、ウィーリーグ創設に伴う日本女子、サッカーリーグの再編により、初のナデシコリーグ一部昇格が決まった。皇后杯は、FC 今治レディースに敗れて、1回戦敗退となった。1から10、11から20、21から30、31。ありがとうございます。